さあ、カブトの武器なんやかんやでございますけれどもね、今日はね、いつもあの格闘技界のお話、僕するときには古賀先生がね、あのなかなかに格闘技マニアでいろんな話をこう引っ張り出してくれますが、今日は格闘技界の生き字引のこの方、翔大谷さん、はい、もう翔大谷長い、はい、K-1 できる前ぐらいからですよね。もう格闘技ライターという言い方でいいんですか？いやいや違いますよね。ね、すいません違いますこともないですよね。まあ業界、まあ何でもやってます。あの選手、レフリー以外は何でもやってきます。翔ちゃん YouTube やってるんやと思って、はい、それを拝見してたらすごく面白かったので、ありがとうございます。で、連絡をしていただいて、ね、で、もう拝見しましたよっていうので、はい、もうなんかぜひっていうので今回ね、はい、実現しました。本当ありがとうございます。角田さん、あの覚えてらっしゃるかわかんないんですけど、はい、俺なんかね、角田さんと明日会うんだって思いながら昨日、ほう、あ、角田さんと一回だけサウナ行ったことあるって、すっげえ思い出して。それ変な関係じゃなかったですか？いや全然全然、なんかね、フジテレビでなんか番組の SRS の収録があったんですよ、はい、でその後、ほなサウナ行って飯行きました？行った記憶。うわー、で終わった後でね、飯食ってるとこに谷川さんたちも来てみたいな流れだった記憶があるけど違うかもしれない。わー、本当ですか？すいません、懐かしいですね。もうでもそれももう20年以上前の話ですよ。もちろん25年とか多分あるかもしれない。なんでしょうね、はい、いや僕翔さんと初めてお会いしたのっていうか、はい、翔さんが、はい、例えばK-1 以前で、例えば僕たちとか生徒会館とかとの何か記事を書かれたりとかしたことありましたか？ないと思います。K-1 以降ですかね。K-1 以降です。リングス。K-1 以降。K-1 以降ですか。K-1 以降さんがこの、ね、YouTube のチャンネルでその K-1 の立ち上げの苦労みたいなのを話されていて、はいはいはい、K-1 93年の4月にやられるときに、はいはいはい、そのワンデートーナメント、はいはい、であれは空手の概念ですよね。はい、今までキックボクシングなかったですね。でそれをまあキックの世界に持ち込んだ、うん、で僕 その通りだと思うんですけど、はい、一つ、はい、あの付け加えさせていただきたいのは、はいはい、あれね、はい、なんだっけ、アジア地域、はいはい、オセアニア代表、オセアニア代表、はい、北米代表、うん、あれアントニオ猪木の83年にやった、うんうん、あのIWGP 構想っていうのがありまして、 IWGP ってありましたよね、はい、でそれは要するに今も IWGP のベルトってプロレスにあるんですけど、はい、新日本プロレスの、はい、その第1回の大会の時に、はい、その各地域からヨーロッパ代表前田明なんですよ、はい、なぜかスパークリングフラッシュさあよくご存知。そうで前田明兄さんで、はい、でこうあのアンドレがカナダ代表とかアンドレザ・ジャイアント、で、あのどこどこ代表っていうのを谷川さんが石井館長と話してるときに、はい、いや、IWGP コースはそうだったので、はあ、K-1 もそういうなんとか代表、なんとか代表みたいにしましょうよっていうところ で、あの K-1 グランプリはもちろん空手 の発想もあったし、トーナメント発想と、そう、新日本プロレスの IWGP コースもごっちゃんこしてワンデーが成り立ったという。だってね、翔さんね、はい、K-1 の前に、はい、格闘技オリンピックっていうイベントもあるし、はい、でその格闘技オリンピックっていうイベントっていうのはリングスとクロスしたことによって、はい、その生まれた一つの構想だったりして、はい、でその前に制度改革が東京初めて、うん、その大阪の制度改革が初めて東京に出てきて、うん、打ったイベントが制度空手対 USA 大山空手五対五マッチっていう、うん、でこれはまあ空手のオールドファンにしてみれば、うん、おおっていう話なんですけど、はい、まあ、正直言って USA 大山の選手たちは、うん、まあ、ピークは超えていたけども、うん、もう一度彼らが輝く場所を提供してあげたいというところに、はい、ウィリー・ウィリアムスというね、これは先頃亡くなりましたけど、はい、亡くなってしまいましたけども、はい、熊を倒したという、はい、あのアントニオ猪木と戦った、うん、熊殺しのウィリーが出てくることによってプロレスファンを引っ張ったんですよね。だからK-1 ってプロレスと格闘技がこうボーダレスになって入り混じった時に化学反応で生まれてきた感じがするんですよね。だからあの猪木さんのそのね、今おっしゃった格闘技戦、格闘技世界一決定戦なので世界一決定戦、はい、でその流れを、まあ、前田明兄さんが、ね、UWF へ受け継ぎ、でリングスに角田さんたちが入ってきて、もうプロレスファンに角田さんたちが、はい、なんだこれっていう、
まあまあ、あの、まあ、あの、なんだっけ、いろんな考え方あると思うんですけど、結局プロレスっていうマーケットが、この国においてはやっぱり力道山さん以来の流れがあるもんね。ありますもんね、はい、だからまあ格闘技だプロレスだって言ってもシェアで考えるとこう市場だけですよで考えたらプロレスが10だとすると格闘技の2とか3なのでですよね、うん、だから結局プロレスファンを取り込んじゃった方が格闘技は大きくなるんですよ。 K-1 グランプリ、 K-1 が生まれた93年に、はい、同時に UFC ってスタートしてますよね。あの頃はグレーシーがやってたんですよね、はい、グレーシー一族をやってて、はい、金網で、あの頃グローブも何もつけずに、はい、で体重別も階級制もなくてやってましたよね、はい、で、あの辺りからそのプロレスの今までリングで、はい、ファンの人たちがこうプロレスを見ていて、はい、プロレスラーって本当は強いんだぜと、はいはい、だけど毎日そんな真剣勝負してたら体が持たないだろう的なことをよく言うじゃないですか、うんうんうん、であそこで格闘技とプロレスがこうクロスした時に、はい、レスラーがその格闘技のリングに上がってきたじゃないですか、うんうん、でそこで強さを見せつけたのがまさかの桜庭和志という人がプロレスラー本当は強いんですっていうことを見せた一方で、はい、バッタバッタと倒されていくプロレスラーもいましたね、はい、あのあたりってプロレスファンはどう見てたんですか。プロレスファンはやっぱりあの苦々しかったんでしょうけど、僕なんて言うんだろうな、あのもちろんあの他流試合なんで、あの負けちゃダメなんですけど、角田さんが一番そんなのよく分かってると思うんですけど、なんて言うんですかね、プロレスと格闘技いろんな、いくついろんな違いがあると思うんですけど、一つの違いとして観客論、観客論、観客がいるかどうか、でその見る側を意識するかしないかみたいなところがすごくあると思うんです、うんうん、それでなんていうのかな、例えばプロレスラーが、まあ、ミルコに負ける、うん、負けるのはそれは良くないんですけど、うんうん、例えばじゃあ角田さんで言うんだったら、うん、井口選手が角田さんに極真の代表というかなのに負けるじゃないですか、うんうん、でもこれプロレス視点で言うと、うん、角田さん勝った角田さんも見るんですけど、うんうん、負けた井口選手がどうなっていくんだろうっていうのがプロレスファンの興味なんです。負けの美学ってありますよね。負けただって極真なのに負けちゃうわけじゃないですか、うんうん、この人極真の中でどういう風な位置でこの後なっていくのみたいなのがプロレスファンの興味になって、それをつないでいくので、もちろん他流試合には負けちゃいけないんですけど、負けてもそこいつはミルコに負けたやつはどういう風に這い上がっていくんだろうっていう風に見ていくのがプロレスの見方なんです。なるほどな。で負けるのは良くないんですよ。負けるのは良くないんだけど、なんかそっちで見るとたなんかこう重複的に見えると、重層的に見えるっていう、そんな感じ。あの猪木さんが格闘技路線やったじゃないですか、はいはい、あれってプロレスファンにとってはどうだったんですか。僕ね、正直あのリアルタイム世代じゃないので、あ、そうなんだ。僕そのあたり翔ちゃんなんか知ってたら、ミスター X とか出てきた時、何やねんこれって。であの頃少年マガジンであれ待ってて、梶原一騎先生がいたずらいろいろしましたよね。少年マガジンに格闘技世界一四角いジャングルっていう漫画を連載して、でそこで実際の格闘技界で起きてることを、そうですね、ドキュメンタリータッチで書いてたんですよね。タッチで書いて、だから現実の世界が漫画に寄せていくみたいな、はい、ここ、はいはい、ありました、ありました。孤独のグルメみたいな感じですよね。僕はあの床屋さんで見ました。子供の頃。あれモンスターマンとか出てた時、サンドバッグ蹴ってるの見て、こんなん猪木さん内臓破裂するんちゃうかなとか思ったりしてたんだけど。僕はあのタイガーマスクなんで、それが終わって格闘技世界一決定戦の戦終わった後のタイガーマスクで入ってるんで。佐山さんの。はい。でビデオで見て。はあ、猪木ってこう試合やったんだみたいな、そんな感じ。そうなんだ。じゃあ世代的にもやっぱり全然そんな、あの後で勉強してっていう感じなんですよ。だからその後の流れだったらまだ体感あるんですけど。いや翔ちゃんもね、ずっとそのライターとしていろんな試合用のことをね、いろんな形で書いてこられたと思いますけど、なんかざっくりとなんだけど、なんか一番その自分でこう記事というかこう書いてて一番印象に残ったというか、そのショッキングだった試合とかなんか、あの、うん、角田さんがあのご自分のチャンネルで、はい、レフェリーっていいこと一つもないって、いいこと一つもないです、で、その、はい、褒められることもない、はい、やちゃんとやったったり、そうそうそう、はい、で、僕らも似たようなもんで、あだって、ちょっと
間違いがあるから間違ったとかって言われるし、はい、多分もうこの記事素晴らしいねみたいなんてほんとんどないですよ。あ、そうなんだ。そういう、だから結局選手、まあ選手以外もあるのかもしれない、うん、選手は、うん、まあなんつうの、まあ戦われることもあるでしょうけど、うん、称賛されることもあるじゃないですか、うん、もう僕らもうこあのインタビュー面白かったねなんてほとんど言われたことない、うん、普通にやって当たり前、たまに言われる、あの猪木インタビュー面白かったねとかっていうのはあった、あ何回かあったけどほとんどないですよ。だから、あ似てるなってその角田さんのレフェリーの話を聞いて思った。そうなんですよ、ちゃんとやって当たり前で、何かあったら叩かれる、止めたらなんで止めた、止めなかったらなんで止めなかった、で、たまにそのこう自分ではこの采配はファインプレーだったなみたいなことをやってもそれをやっかむやつが叩いたりするんですよね。だからもう何にも目立たないのが一番いいんでしょうけどね。ああ、なんか分かるな、気持ちは分かる。何も一つ目立たずに何事もなくちゃんと試合をさばいて終わらせるのが一番いいという、うん、だからデッドシューズドゥーガンみたいなのがダメなんですよ。飛び越えてアンドレの上を飛び越えてカウント取ってきたらダメなんですよ。選手より早くステップ踏むとダメだったりとか。そうでも、あの角田さんが、うん、武田構造対、はい、バートクラウスの話をされてて、はい、もうぜひね、ちょっと僕が言うのも変ですけど、あれとか、あすげえちゃんと角田さんここまでちゃんと言うんだなと思って見てたんですけど、はい、そうです。ちゃんとあの一個一個、僕のチャンネルもそれを見てほしいんですけど、角田さんの格闘技のもうことはもうすごい、あーすげえ証言だなと思って全部見てます。ああそうですか、はい、ちゃんとここまで言うんだ、うん、いや、あのね、語らないのもまた美学だとは思うんですけど、はい、もう何やろう、本当はこうだったんだよっていうことをちゃんとなんか自分がスーッてやってきたことの意味をちゃんとみんなには理解してもらいたいなっていうのがすごくあって、特にあの武田戦とか、はい、あとあの K-1 ヘビー級タイトルっていうのができた時あったじゃないですか、トーナメントのグランプリのチャンピオンというタイトル以外に、はいはい、K-1 ヘビー級で100キロ未満と100キロ超級で、はい、スーパーヘビーか、はい、であれの初代チャンピオンを決めるのに挑戦者決定戦っていうのがあって、うん、で2試合でこの勝者と勝者が初代王座を戦うっていう時に、はい、そのこっちはルスラン・カラエフとバダハリってもう日本刀で切り合うのすごい試合があって、でこっちは武蔵と藤本って日本人同士の試合で場内大ブーイングでっていう時に、まあ僕はちょっと采配を振るった時もこれによって試合の流れは変わったんだけど、これで皆さん、まあ運営側含めて絶賛されよくぞやってくださいましたって絶賛されるかなと思ったら真逆の反応でね、あの時はそっとへこみましたね。はなんか多かったなと思いますね、うん、それでも、うん、あの多分角田さんも、うん、まあ、僕も入れていただくといろんなものは 見させていただいたの でね、あの僕角田さんと話をさせていただくときにちょっと何を話すと一番面白いのかなと思って、はいはい、あの角田さんが例えば、はい、ラスベガスとか、はい、その、まあ、僕もインタビューさせていただいたパリとか、うんうん、K-1 ハワイとか、はい、K-1 もいろんなところでやってやりましたよね。スイスもやったし、はい、ドイツもやったし、はい、でね、